ウェリントンリージョナル・スタジアムはニュージーランド北島ウェリントンにある競技場。1999年に建設され2000年より利用が開始された15,050平米の競技場。それまでウェリントンの代表的な競技場として使用されたアスレチックパークに代わる競技場として設立される。座席数は34,500席。補助席を使用し、 最大4万席まで拡張できる。ニュージーランドのプロサッカークラブ、ウェリントンフェニックス FC の本拠地であり、ウェリントンラグビー協会、スーパーラグビーハリケーンズ、ウェリントンクリケット協会所属の、ウェリントンファイアーバードの本拠地である。ラグビーラグビーリーグクリケット、陸上競技、コンサート会場、各主催事会場としても利用される。オーストラリア系の金融機関、 ウエストパック銀行グループが命名権を取得しているため、競技場名にウエストパックの名が付いている。2001年から2002年シーズンまでウエストパックトラストスタジアムと呼ばれ、その後ウエストパックスタジアムへ変更された。2020年より EN、スカイによりスカイスタジアムという名称となる。ウェリントンのウォーターフロントに建設され交通の利便性を重視した競技場。 ウェリントン駅に隣接しているため駅より直結した歩道が設計されている。競技場内にオタゴ大学スタジアムセンターが併設され、オタゴ大学医学部ウェリントンキャンパスとしても使用されている。ありがとうございます。